映画ビッグフレンドリージャイアントのジャパンプレミアドリームツリー点灯式が行われて、主演のマーク・ライランさんがヒロイン役で日本語版吹き替えの担当をした本田望結さんと一緒に出席をしました。はい、カップル席のことを知ってる堀さんはマークさんのこと知らなかった？知ってますよ。今知らないっていうふうに言ってたじゃないですか。もうそれで嘘つくのやめてくださいよ。よく知ってます。ちなみに何でも知ってますよ ね、 あのアカデミー賞の助演男優賞を受賞してるんですけど、その作品は、はい、どうもありがとうございます。黒田さんの勝ちですね今日は。はい、はい、ということで続いてはこちらです。恋愛応援アプリのイベントにノンスタイルの井上裕介さんが恋の親善大使として登場。3分間で何名とツーショット写真が撮れるかというギネス世界記録に挑戦しました。はい、これあの皆さんがですね、朝からこれは女の子のテクニック次第というドキドキするような発言をされていましたけれども、これ実はあの一部でも顔が切れてるとダメなんです。なんか盗聴されてるみたいですね。え、本当ですね。ブリッジオブスカイでしょ。そうさっきのさっき、そうです、知らなかったね。ブリッジオブスカイでしょ。そうですね。いや、生放送だからみんなでクロストークしましょう。バーニングスメイがそうでしょ。モーニングクロスでしょ。な、何ディスられてるんでしょ。状況の芸能情報でした。さあ、お知らせの後は皆さんお願いします。一言言いたいオピニオンクロスです。楽しみね。